ラウル・リカルド・アルフォンシンは、アルゼンチン共和国の弁護士で第49代、大統領。旧新市民同盟所属。2011年の大統領選挙に旧新統計、統一候補として出馬したリカルド・アルフォンシンは三男。アルフォンシン政権は、軍政の負の遺産とでも言うべき、莫大な対外債務や、ハイパーインフレ、さらには、軍政時代に、 人権侵害を行った軍人の処遇やチリとの領土問題、マルビナス戦争による国際的孤立など複雑な問題への対処を迫られた。1983年にアルゼンチンで大統領選挙と議員選挙が行われ、旧進党が久々に政権に返り咲き、ラウルは大統領となった。彼は軍政機からのインフレや対外債務、 マルビナス戦争による国際的孤立などの厳しい政局の中、経済面ではうまくいかなかったが、長年敵対関係が続いていたチリ、ブラジルとの関係を大幅に改善し、この優和路線は後のメルコスール形成につながった。軍政時代に人権侵害を行った軍人を裁き、軍の予算や政治力を削減して行った。 こうした政策に対して三度にわたる軍の反乱もあったもの、アルフォンシンは結果として軍を統制下に置くことに成功したと言える。アウストラル計画の失敗という経済失策により任期を5ヶ月残して1989年に辞任した。1984年11月にはそれまで何度も一触即発の危機に陥っていたチリのアウグストピノチェト政権とローマ教皇。 ヨハネ・パウロ二世イの仲介により、平和条約を結び、ビーグル水道の3島の地理領有を認める大幅な情報を行うことで、パタゴニアをめぐっての地理の領土問題を解決、平和路線を国外に印象付けた。ブラジルが1985年3月に民政移管すると、11月にジョゼ・サルネー大統領と首脳会談を行い、1986年7月に、 アルゼンチン・ブラジルと合議定書に調印して、両国の長年にわたる敵対関係に終止符が打たれた。1985年5月には、新通貨アウストラルの導入を柱とするアウストラル計画を実行して、インフレ抑制に努めようとし、一定の成果を上げた。同年12月には、ビデラ将軍をはじめとする軍人5名に有罪判決が下り、 ラテンアメリカ史上初の文民による軍人への裁きが実現したが、このことは軍内の反発を呼び、未遂に終わったものの1987年4月と1988年の1月と11月の3度に、渡り軍部の反乱が起きることになった。しかし、全体としてラウルは軍部を文民の統制下に置き、大規模な軍縮を実現した。 1986年にメキシコで開催されたワールドカップではディエゴ・マラドーナの特筆されるべき活躍によりアルゼンチンは二度目の優勝を果たし軍事政権の負の遺産に苦しむ国民に大きな希望を与えた。順調かと思われたアウストラル計画だったが徐々に無理が露呈し、1989年になると再びインフレが加速してハイパーインフレーション状態となった。 こうした事態に対処できなかったアルフォンシンは任期を5ヶ月残しての異例の退陣を行った。ありがとうございます。